皆さん、こんにちは。今日はですね、私の待ちに待って、もうかれこれ待つこと。ぐらいですね。待ってました、本当に。それが今日来るんですよ、午前中に。でもうね、ワクワクするというか、もう、この感じ、この感じ、早く来い。残り iPhone 1%。 何が来るかっていうとですね、もうまあタイトルの通りなんですよ。だけどね、ちょっと今待ってるんですよ。もう早くこうね、わざわざね、早起きしてね、午前中に来いやと待ってるわけなんですよ。早く来ねえかな、早く来ねえかな、ご紹介するのはこいつらでございます。一眼レフです。一眼レフ、初めての一眼レフでございます。待ってた、本当に待ってた。どれだけ待ってたか分かりますか？早速開けていきましょう。はい、ハサミを持ちます。うんうん、せいや、あー、きたー。なんだこれ、あー、なんか保証状的な、こんなものはとりあえず置いときます。じゃん、イオスキス X6i のレビューでございます。初一眼レフでございます。めっちゃ重い、この感じ、たまらんたまらん。はい、外見はこんな感じでございます。僕はですね、 18mm55mm のキットレンズを買いました。もともとボディだけで、あとこのね、まあまあ言ってしまったあの単なんとかレンズっていうのを、つけたかったんですね。ただボディを買うよりもレンズキットの方がまあ安かったんですね。例えばアマゾンなんかだと、ボディが57,000円ぐらいで、レンズキットが53,000円ぐらいと、全然こっちの方が安かったんですね、レンズ1本ついてるのに。なのでこっちを買いました。ああ、